こんにちは、ヨッシーこと音楽家の吉田茂です。今回はこれから DJ を始めようと思っている方必見です。先日 DJ という DJ 用のアプリが Apple Music に対応することが発表されました。この対応によって1億曲以上の楽曲にアクセスして DJ として曲を流せるようになりました。これまでであれば DJ をやるために楽曲を購入してダウンロードしておかなければならなかったんですけれども、 Apple Music と DJ のサブスクをするだけでApple Music の楽曲を全曲ね、DJ に使うことができるというね、まあほぼほぼ革命です。今回は実際にこの iPhone と DJ アプリとこちらの DJ コントローラー、ヌマークの Party Mix 2を使った DJ のデモを行っていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、では DJ を始める前に必要なもの、準備物をご紹介していきます。まずね、DJ アプリですね。スマホにね、DJ アプリをダウンロードしてください。こちら無料でダウンロードできるんですけど、Apple Music を使えるようにするためには、DJ Pro というね、サブスクのプランに入る必要があります。価格としては、月額750円、または年払いで3400円になります。まあ、撮影時点では2ヶ月間の無料トライアルがあるので、無料で使い始めることができています。僕も今、無料で使っています。こちらの DJ Pro。のサブスクに入ってください。そして Apple Music ですね。Apple Music 自体は、ミュージックアプリが iPhone でデフォルトで入ってるんで皆さんも把握してると思うんですけど、こちらもサブスクの会員になっておく必要がありますね。撮影時点ですと月1080円で入れます。学割も確かあったはずで、学割だと半額ですよね。無料トライアルもやってるので、運が良ければ無料で使い始めることもできます。こちらにも加入してください。そして、もう一つ、DJ コントローラーですね。この DJ アプリ単体だけでももちろん、DJ を楽しむことができるんですけど、なかなかね、操作が難しいと思います。このコントローラーを使わないと本来の DJ らしいミックスとかそういうのがやりづらいので、必ずコントローラーを用意することをお勧めします。 DJ コントローラーはアプリの DJ に対応していれば好きなものでいいと思います。今回このヌマークパーティーミックス2を選んだ理由としては、安くて初心者でも使いやすいってのと、 DJ アプリにね対応しているのでこれを選びました。実際使ってみて何もこう不便なところがなくて、はい、すごくいいコントローラーだと思いました。概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方は確認してみてください。あとですね、ライトニング USB カメラアダプターですね。これを使って、iPhone と DJ コントローラーを接続します。もともとこの、USB ケーブルが付いてるので、USB 映画をこう挿して、で、ここがライトニング端子になってるので、ここに、挿して、もう片方側はコントローラー、ここですね。に挿して使うっていう感じで使います。 iPhone 15以降はこちらのライトニング端子が USB-C に変わったので、カメラアダプターは必要なくなると思います。ただ自分はちょっと試せてないので動作保証はしておりません。ご了承ください。で、ライトニングアダプターとケーブルつなぐだけだとちょっと電力が足りなくて、ここにライトニング端子を挿して給電しながら使えるようになってるんですね。必ず給電しながらコントローラーを接続して使うようにしてください。そうじゃないと使えませんでした。では実際に接続して DJ 試してみましょう。はい、こちらがですね、今 iPhone を Party Mix 2に接続した形となっています。でですね、まあこちらに、ライトニング USB カメラアダプターがあって、給電してる形で、この USB がここに繋がっている形でヘッドホンを接続しています。こちらモニターに使う感じです。はい、こちらがまあデフォルトの DJ の画面になっていて、本体を横にするとこのような形になって、こっちの方が使いやすいと思います。まあ、今回楽曲の選択してミキシング、エフェクトかけてみるところまで一連の流れをご覧いただこうと思うんですけども、ちょっと細かな DJ のやり方までは解説はしないので、もし知りたい方がいたらコメントで教えてください。でですね、楽曲を追加するのがここからです。はい、もうソースとして Apple Music を選んでる形になりますけど、まあいろんなソースを選べるんですね。で、今回もう Apple Music を選びます。はい。で、あとはもう本当曲を検索していただくって感じです。例えばまあ本当ダフトパンクとか何でもいいですよ。はい、パン検索して、そうするともう曲が出てくるので、アーティストが出てきて、はい、曲が出てきますので、こっから追加しちゃえるって感じですね。はい、じゃあまあゲットラッキーとか有名なやつですね。はい。そうすると曲が追加されるという感じです。で、初期設定なんですけども、特に必要はありません。はい、この真ん中のところから、この今ハードウェアモードっていうのが選ばれていれば、もうこのパーティーミックスと接続されているって感じです。もうほんとつなぐだけで使えたのでめちゃくちゃ便利でした。で、今ね、ちょっと iPhone から出す設定にしましょうね。ちょっと著作権の関係上、
音は流せないんですけれども、ここにもう読み込まれて、もうここでプレイしたら流れるっていう感じです。でここでまあスクラッチっぽいこともできます。すごく便利ですね。はい。でもう一個の方、こっち側にももちろんロードすることができて、じゃあちょっともうちょっと日本のやつとかにしましょうか、まあ、サカナクションとか、検索しましょうか。はい、出てきますので、はい、忘れられないのとか流すと、こちらもちょっとあんまり長く流すことはできないんですけど、はい、こんな感じで再生されます。はい、といった感じで Apple Music から検索して曲をロードすることができるとい もうめちゃくちゃ革命的なことが起きてしまいました。 で DJ っていうアプリ使ってみたんですけど、まあ、基本的な DJ でやりたいことは全てできるって感じで使いやすいですね。なので全くこの iPhone とコントローラーさえあれば全然現場でも使えるんじゃないのかなといったレベルかなと思いました。で、今 iPhone のスピーカーから出してますけど、ここのメインというところからステレオミニの端子で出力できるんですけど、ここで出力していただいて他のスピーカーにつなぐといった使い方で iPhone 以外から音を出すっていうことができますので、そのような使い方をしてくださいね。ちょっと iPhone の音だとねしょぼいんで、はい、もちろんスピーカーつないでやっていただくのが絶対楽しいと思います。はい、じゃあちょっとこう軽くミックスみたいなことやってみましょうか。はい、ではミキシングのねデモやっていこうかなと思うんですけれども、今2曲著作権の関係上ちょっと自分の曲をロードしてます。皆さんもねぜひ遊ぶときは Apple Music から好きなアーティストの曲ロードしてみてくださいね。で DJ の基本的にやってることっていうのは曲と曲をなるべくスムーズにつなぐっていうことをすごくシンプルに言うとやっています。でこっちの左側と右側の、まあ、デッキに各曲がセットされていて、まあ、そちらをこの2曲をスムーズにつなぐっていうのを今回やってみようかなと思います。で真ん中のこのフェーダーが大事で、まあ、こっちに行くとこっちの音が聞こえて、こっちに行くとこっちの音が聞こえるって感じで、真ん中にすると両方の音が聞こえるっていう意味になってます。はい、でここがボリュームです。各こっちは左側のボリュームで、こっちが右側のボリュームですね。はい、でここで再生するとはい流れます。あとここが速さになりますね。下に下げると速くなる、上に上げると遅くなるっていうのが、やってみますね。はい、まあこれで右左2つのトラックの速さを調整して同じテンポになるよっていうのをね、まあ DJ さんは手動でやってたりしたんですけど、最近だともうこういうのも自動でやってくれるようになります。なんかこのシンクっていうのを押すと、この2曲のテンポを合わせてくれて、これちょっと右側に移っていきますね。はい、まあこんな感じで勝手にテンポを合わせてくれたりします。はいね、すごくシームレスに繋いでくれます。この辺もよいしょ、ちょっとミックスの仕方が設定できるんで、この一般のところからシンクモードっていうのを選ぶことができるので、テンポブレンドっていうのは今デフォルトだとオンになってるんですね。でこれなくしちゃってシンクだけにするとか、そういうのもできますんで、こっちの方が自分的にはいいかなと思います。いろいろ試してみて好きな方使うとかはありな気がします。はい、ではちょっと軽くミックスをしてみようと思います。こっちの曲からこっちの曲に混ぜるにあたって手順としては、低音ってぶつかりやすいんですね。音って低音と低音がぶつかっちゃうとちょっと濁って聞こえちゃうんで、こっちの曲の低音をここのフィルターでこうやって削りながら、少しずつこう右側に曲を移して、なるべくスムーズに繋いでいくみたいなのやってみますね。はい、では流してみます。じゃあ今度は逆に右側から左の曲に戻してみます。こっちに移してますよ。
まあ、すごく初歩的なことを今やりましたけど、まあ、こんな感じでとっても簡単にね、曲と曲つなげられると思うので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は iPhone を使ってね、 Apple Music で DJ をする方法をご紹介してまいりました。すごくね、簡単に始められることがね、お分かりになっていただけたんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんも今がね、 DJ 始めるチャンスだと思うので、ぜひ始めてみてください。僕はね、音楽で楽しむ人がね、こう増えてくれたら嬉しいなと思っているので、ぜひ皆さんにチャレンジしていただきたいなと思っています。それとサブスクの音楽で DJ でできるっていうのは実は過去にもあったんですね。あの Spotify っていう Apple Music と似たような、音楽サブスクサービスがあるんですけど、それと DJ アプリが昔は契約してて Spotify の音を使えてたんですね。はい。それがなくなってしまって、今、Apple Music との契約が始まったっていう形になってます。はい。なので、いつまでもこの状況が続くともなかなか言い切れないかなと思ってますので、ぜひ、はい、今がチャンスなので、ぜひ DJ やってみたいなと思っていた方は、始めてみていただけるといいかなと思います。この動画でね、わからないところや質問、感想、こういうことやってほしいとか、リクエストなどあればね、ぜひコメント欄までお待ちしております。そして、この動画少しでも役に立った、面白かったなどあれば、グッドボタン、チャンネル登録、スーパーサンクスなどご支援をいただけると、とても励みになります。よろしくお願いいたします。それと僕ね、X、TikTok、Instagram やっておりますので、そちらも概要欄のリンクからチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。